なんか小室圭と眞子さんがね、ニューヨークに行ってからもう2ヶ月ちょい経過したのかな。はい。で、ちょっといろいろと前の、デイリーメールとかがアップした動画とか、そういったのをチェックしてみると、結構なんかやばい情報というか、はいはい、デイリーメール。眞子さんがなんか道に迷ってるようなやつあったじゃないですか。ああ、はい、なんか人に道聞いて、そうそう、なんかタクシーの運転手かなんかに、聞いてるんちゃうかみたいな感じで、なんかどっか買い物に行くときでしたかね。そうです、そうです。で、あそこの場所って実は買い物行っても結構大通りを一箇所曲がったら着くような場所なんですよ。迷うようなとこじゃない。迷うような場所でもなく、その別に Google マップとかがなくても分かるだろうっていうようなとこなんですけどね。ほう。そこでタクシーの運転手かなんかに道聞いたりとか、うん。そういったことをしてるから、どうせパパラッチでも雇って自作自演だろうみたいな感じで、言われてましたね。結構ね、言われたりとかしたんですけども、はい。どうもなんかここで取引かなんかしてたんちゃうかみたいな感じで。取引？そうですね。麻薬の売人みたいな。え、そうなんです。麻薬なんですよ。そんな人目につくところでですか？そうですね。ちょっと暗くなってた時なんですけどね。で、なんか麻薬の売買してたんちゃうかっていう形で。で、ニューヨークっていうのは大麻とかが合法になってるんで、別に違法ではないんですけどなんね。かその辺の公園とかでも使われてたりとかするんですかね。栽培はちょっと分かんないですけども、普通にその大麻とか売られたりとか、合法なんでね、はい、そういう形になってるんですけども、さすがに言っても日本じゃ違法じゃないですか。完全に違法ですね。日本では当然違法になるから、はっきりとしたね、取引っていうか、うん、そんな感じじゃなくて、麻薬の売買した人がすれ違いざまに眞子さんの、会員袋というかバッグに入れてるんですよ、何かをね。え そこまで映ってるっていうか見られてるってことですか？そうです。それがデイリーメールのもう動画ではっきりと映ってるんですよ。ただそれが大麻かどうかは分かんないですよ。何かを入れてるっていうのは間違いないんですよ。でもそもそもおかしいですもんね。初対面の人のカバンに何か入れてること自体が。そうです。だからその眞子さんがなんかいろいろとね、なんか行ったり来たりしてるところがあるんですよ。前行ったり、戻ったりとか、そんな感じで。ああ、その辺をさまよってるというか。道を迷ってるにしても、はい。なんか普通はね、行ったり来たりじゃなくて、だいぶ行き過ぎてから、あ、違ったわって戻ってくるのはあっても、はいはい。ただ単になんか数十メートル行っては戻ってきてはっていう、なんうん。か道に迷うにしてもおかしな迷い方というかね。そういったところがあるんですけども、だからこれがだから多分待ち合わせ場所というかね、取引場所というか、そういったところで道を迷ってたんちゃうかっていう形で。でもそんな普通ちょっとこう裏路地というか、あんまはいはい、本当に見られないような場所でやるんじゃないですか、そんな。比較的人は少ないとこでしたけどね。比較的人は少ないとこだったんですけども、そこで行ったり来たりしながらしてるときに車がプップーって鳴らしたんですよ。はい。それも動画の中で音声とかも聞けるんですけどね。はいはいはい。で、プップーって鳴らした時に、マコさんがキョロキョロって見出すんですよ。そのプップーってなってからね。あ、その車の方を。あ、ここでいいのかなって感じで、車の方を見て、多分その場所でいいよって感じで、合図みたいな。なんか、合図をされたのか、それは分かんないですけどね。そこで、あ、ここでいいんやなって感じで立ち止まって、そこからちょっと離れた、50メートルぐらい離れたところにいる女性が、はい、あ、この人のことなんかなみたいな感じで歩き出して入れるってことですね、何か物を。そんなやばいんですね、それが本当に大麻だったら。その女性は両手にポケットを突っ込んでるんですよ。うん。で、歩いてきて、近づいてきて、マコさんの方に近づいてきて、はい。通常であれば結構通り的には広い通りで、ぶつかるぐらいの距離に来たら、なんかびっくりするじゃないですか、普通やったら。いや、そうですね。怖いですし。で、それが、そのびっくりもせずに、普通に近づいてきて、で、その女性がポケットから手を出すんですよ。はい。普通ね、寒いから手をポケットに入れてるんでしょうけども、マコさんのところに近づいたと瞬間にポケットから手を出すんですよ。え？ はい。で、左の袖からなんか右手でね、何かを取り出して、その右手のものを眞子さんのバッグか中に入れてるんですよ、なんか。当然その中身までは分かんないですけどね。手がバッグに入ったように見えたってわけじゃなくて、何かもう明らかに持ってるものが入るのが映ってるってことですか？いや、何かまでは分かんないですね。確かに映ってるように見えるではあるんですけども、映ってるように見えるであるけども、手をね、ポケットに入れてるものをわざわざ両手を出して、左手にあるものを右手に移し替えて、で、うん、それを眞子さんの、バッグに、入れてるのか、入れるような仕草をしているのか、そういったところなんで、間違いなく入れてるかなってところでね。はいはいはい。それを、デイリーメールが、うん、動画として持ってるってことは、何回かもしかしたらね、こういったことをしてる可能性もあるし、その辺でなんかやるんちゃうかみたいな感じで、待ち構えてた可能性はありますね。眞子さんって複雑性 PTSD じゃないですか。はいはい。本当にそうかわからないんですけど、はいはい。ちょっと精神安定剤
済的な感じでそういう大麻とか薬物使う人もなんかいるじゃないですか。ああ、まあまあ確かにね、精神的な面で。吸ったら落ち着くみたいな。ああ、まあまあそういうことだとしたら、秋山剛氏がね、その日本ではその複雑性 PTSD は治らないけども、はい、まあ、アメリカに行ったら大麻が合法やから、そういったので気分転換にやってみたらどうですかみたいな感じでアドバイスしたんだとしたら、さすがにそれやばいけどね。やばいですけどね。医師免許を剥奪もんやけどね、それったらね。いや、そらそうですよね。まあさすがにそれはね、そんなアドバイスするとは思えないんですけども、普通はなんかそんなね、左の袖から、まあ、右手に移し替えて何かを入れるって考えた時に、変な動きですね。まあなんかそれがね、何をそれで入れるって考えた時に、まあ思い浮かぶのがね、大麻ぐらいしか、まあね、なかなかね、あんま思い浮かばないですよね。他に何入れるって感じでね。確かに、まあだからもしかしたらこれがそんなやばいですけどね、大麻じゃないかなって形で、だ実際はだから道を聞いてたわけじゃなくて取引相手というかね、はい、その辺で、はいはい、まあこの場所はどこですか、まあ、取引の場所とかをね、あ、なるほど、まあ、そんななんか目印とかあるような場所でもなかったんでね、すごいっすね、その辺で本当だったら、うん、まあ、どこですかみたいな感じで、いやなんかデイリーメールってずっとねこの小室夫妻を追ってていろんな記事を上げてたりしますけど、昨日なんかね日本では成人式で、はいはい、で去年ね愛子さまが成人皇族になって、そうですね、いわゆるその世界にまだ名前が出てないプリンセスがドレスに身を包んで日本に現れたみたいな感じでなんか、はいはい、ピックアップしてたみたいで、でもそれに付随して日本のプリンセス眞子とか小室圭みたいに、はいはい、愛子様はおそらくならないだろうみたいな、こう見てる感じではみたいな感じでこう取り上げられたりもしてたみたいで、はいはい、世界がね眞子さん変な風に取り上げたりもするんで、まあね、余計困難がもし本当に大麻だったら世界中に広まるんちゃいます。まあ一応なんか僕のもう一個のチャンネルのね国会実況の方では動画付きでまあ紹介してるんで、まあそれでまあ間違いなく入れてるなっていうのは確認してもらえると思うんですけども、しかもねなんかその、まあ、もしかしたら大麻を吸うため吸うのが目的じゃなくて、はい、日本に持ち帰って捌くことが目的やったらもっとやばいですけどね。金儲けのために。そうそう、だから、まあ、秋島家とか言ったらね、そうやりかねないというかね。まあ、確かに。しかもなんか、眞子さんって、一番そういうのを持ち帰るのに便利じゃないですか。え、どういうことですか？ノーチェックというかね。ああ、はい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 。眞子さんって絶対になんかそういうのね、空港とかで、そういった、まずまあ、大麻検査なんかしないでしょうしね。今って別に、そんな大麻を持ってても、はいはい。作らないんですか？ああいうセキュリティのゲートというか。ああ、まあまあ、なんないけども、一応なんかその、麻薬検というかね、その、探知検っていうんですかね。いますよね、一応。まあ、ああいったのはいるけども、まあ、そういったチェックとかも、まあ、眞子さんにはつけないだろうしね。まあ、その別のルートから出てくるだろうからね。ああ、そういうことですか。一般人が出てくるようなとこじゃなくて、はい、特別の、まあ、VIP 待遇での出口になるから、当然そういった検査とかは引っかかんないというかね。まあそうですね。まあ、ある意味、まあ、ノーチェックで、まあ、麻薬ブローカーとしてというか、まあ、そういった形でやる可能性が。やばいですね。なんか、父さんはアル中ですし、マコさん、娘さんは薬物中毒ですし、とかって言ったら。はい、いや、なんかね、そのアル中とか言われてるけども、実はそのお父さんも麻薬中毒の可能性もあるというかね、疑いがあるというかね、その、はいはい、元々、秋島様とかも、まあ、以前、オックスフォード大学とかに、まあ、留学したことがあるんですけども、はい、まあ、これはなんかどうもなんかその、まあ、天皇陛下がね、オックスフォード大学に行ったりとかしたから、うん、まあ、俺も行きたいみたいな感じで、まあ、希望したみたいなんですけども、はい、まあ、オックスフォード大学行ったことがあったんですけども、まあ、寮生活をしてたけども、まあ、窮屈だったからっていう形で、まあ、民間から派遣されてる通訳とかにお願いして、途中からホテル住まいに切り替えたっていう形で、はいはい、なってて、まあ、そこで、まあ、紀子様とかともなんか一緒に、まあ、そこでも生活してたみたいなんですけどね、うんうん、まあ、紀子様はまあ卒業式をほったらかして、まあ、秋島様を追っかけてきたみたいな感じで、はい、で、オックスフォード大学の方では、まあ、紀子様と一緒になんか生活してたみたいな感じで、へー、らしいんですけど、もはいはい、でそこでなんかその大麻パーティーにもなんか参加したみたいなんですよ、秋島様が、まあ、実際これなんか週刊誌とかで報道されてるんですけどね、はいはいはい、そこの大麻パーティーの現場に警察が一斉検挙というか入ったんですか。そうそう、入った時に、まあ、そこに秋島様がいるわけじゃないですか、はい、まあ、なぜかまあ逮捕はされなかったらしいんですけども、ただその通訳が身代わりとして逮捕されたみたいなんですよ。やっぱそういう感じなんですね。でただね、普通であればね、その身代わりで、ね、いけるもんなのかというか、まあ、だから所持してたから、うん、いやこれ僕のちゃうんですよみたいな感じになったのか、あ、この荷物はまあこいつのもんですみたいな感じで逮捕されたのか、はいはいはい、まあ、そこの辺までは詳しくは分かんないですけどね。ABEX の松浦会長が海外とかで大麻パーティーみたいなしたりとか、ちょっとランク5じゃないけど、はいはい、そんなんをしたりとかってなんか記事に上がったりとかしますけど、はいはい、なんか本当海外って簡単にね、そういう大麻とか薬物もうそこら辺中にあるから簡単に手に入れれるんですもんね。まあね、ありえるでしょうね、実際に1回ぐらいやったことあるとか、はい、もしくは
しょっちゅう常用してるとかっていう可能性も。うん。だからまあその時は、まあ、記事にもなったんだけども、はい、まあそこまでなんかネットとかも発達しないから、まあ、抑え込むことが、まあ、できたのかなっていう形で、今やったらね、もうその拡散されてしまって、やばいですね。もうニュースになるんでしょうけども、はい、まあ、その時はそこまでね、あの抑え込むこともできたのかなっていう形で。読まれなかったんですね。ですね。まあその辺が大丈夫だったのかなっていう形で。で、ちなみに、このタイまで逮捕された通訳っていうのは、はい、2011年に球務官に抜擢されてるんですよ。え、そうなんですね。だからまあ通訳から球務官っていう形で、まあ、すごい大抜擢というか、まあ、普通はね、逮捕された人をそんなところに抜擢するわけがないんですけどね。ありえないですよね。しかもその職員っていうのは2014年に、まあ、高級マンションの一室にある、まあ、ハポニングバーで、はい、まあ、性行為をしてたらしいんですけども、はいはい、まあ、そこになんかあの捜査員がまあ乗り込んだというかね。すぐも入ったんですか。そうそう、だから、まあ、だから2回現行犯逮捕されてるから。で、まあ、その経営者らとともに現行犯逮捕されてる、逮捕されてるというかね。はあ、やばい人物じゃん。まあ、かなりやばいですよね。だからでもなんかその時には特に処分されてないんですよ。秋締め様が犯罪に寛大なのか、まあ、その時には現行犯逮捕されたんだけども、まあ、別になんかハプニングバーをね、経営したわけでもなくて、そこにおっただけやしみたいな感じで、はいはい、まあ許してもらったんでしょうね。日本の高級マンションの一室で性行為するための、まあ、バーというか、まあ、そういったところに、まあ、通ってて、その時に警察が入って、まあ、逮捕されて、でその時には特に犯罪はしてたんだけども、はい、まあ、秋島様は、まあ、このぐらいええやろみたいな感じで許してくれたのか、まあ、特に処分はされなかったっていう形で、まあ、その時には処分されてないんですけども、2014年に紀子様が出席された、まあ、東京国際キルトフェスティバルっていう、はい、まあ、そういったのがあったんですけども、まあ、その時に報道陣の取材撮影とかそういった機会を、まあ、仕切ることに失敗をして、うん、なんか撮影ができなかったみたいで、まあ、結局はそれで、まあ、チョンボをしたというかね、そんな感じで、あの降格処分というか、休務課職員という形で降格処分になったんですけども、降格だけなんですか、ね、まあ、別にだから首とかそういう感じではなくて、そうだからこんだけね、あのやらかしてんのに、うん、まあ、そこまで処分が甘いというか、もしかしたら秋篠宮様のそういうのをいろいろ知ってる人なのかもしれないですね。こっから漏れたらあかんから。いや、だから知ってるじゃないですか。だからバレたらあかんことを、もっともっといろんななんか細かいことを。いやいや、全然そのタイマーパーティーだけでもっとも何もそれだけ1個あったら十分じゃないですか。もちろんもちろんそうなんですけど、うん、こいつだけはちょっと抱えとかなっていうか、はいはい、クビにはできんなっていう感じなんですかね。だからまあそれがあるからね。逆に言ったら、まあそういう職員を抱えてるから、はい、まあ他の職員とかはその情報を知ったとしてもバラそうとした人がなぜか不審な自殺をしているとかね、そういったこととかもおかしいな、まあ、あるでしょうし、不審者ありますもんね。うん、まあ、自分が下手にそれを知ってしまったらね、うん、自殺に見せかけて殺されちゃうかみたいな感じで、まあ、そういったのが怖いから確かに、もうそれやったらもう辞職した方が一番ええなみたいな感じで、はあ、まあ自殺に見せかけられてね、殺されるのが一番怖いからね。確かにね、まあ、普通であれば何とかして頑張って勤めるんでしょうけども、うん、もう怖いからって言うんで辞める人も多いんかも分かんないですね。いや、何されるか分からないですもんね、本当に怖いですね。さすがにね、大麻ほんまやったらどうなんすか分かんないですけどね。いや、ほんまやったらやばい。まあ、動画とか国会実況の方とかでも、ね、出してるんで、そっちの方も見てもらってなんかコメントしてもらえると嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。